だっタラタタララ」って歌っていても「パッパラパッパララ」って踊けていても「濡がれ流されてのま」って言そういや実は俺もまあ多分配信でも何回か行ったことあると思うけど俺もローソンではあのバイトしたことがあるんですよ。あの知り合いのおじさんがあのローソンの店長ではあ あのオーナーナ店長ででその人がすげえもう毎日げっそりしてて <laughs> そうなんかそこのコンビニよく行ってたんだけどそうあのー、そのおじさんがすげえげっそりしてて「もうバイトがいないバイトがいない」っつってなんか知り合いで「なんかバイト探してる人いたら紹介して」ってずーっと言われてて店行くたびに。でうんなんかじゃあまあどうすかねまあ もし1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでいいんだったら今ちょうど仕事ちょっと俺ねあの今楽な感じなんであの深夜でよければやりますってっつってで,、まあ、できれば23時間とかそのぐらいがいいんですけどっつってで「本当にえ助かるお願いお願いいっつって「ああじゃあいいっすよやりますやります」つって12ヶ月俺やったのかなローソンの,、うん、の手伝い。うん でそれでやってたけどなんか深夜って結構あのあれが来るんよ。なんかこうし品物がこう届くんよね。いいっぱいでそれなんか検品とか陳列とかやったりで結構深夜も、うん、あれ品出しっていうのかあれ品出しみたいなやつね。そうそううであとなんじゃあのそこのコンビニが深夜結構人が来るコンビニで。 なあの品出しとか検品とかなんじゃかんじゃとかこうしながらなんか客の対応しなきゃいけなかったっていうのが結構面倒くさくてなんで,でまあ俺もう3日目ぐらいからなんか飲み物の発注とか頼まってたやらされてたんだけど。<笑><笑>そうなんそなか 飲み物の発注なんか飲み物冷蔵庫のやつ担当だったんだけど、うん、あの冬場だったんだけどさ冬場に寒いわこの冷蔵庫のバックヤードみたいなところこれ寒いって言いながらずっとやってたんだけどそうあのなんだろうねあのそうねうんそうそうそうあの3日目ぐらいから発注やされて飲み物の。 なんかだかだらこうどれがどうでとかつってうん最初ミスしまくったけどねああそれ発注してないっす <laughs> ってじゃあ発注しといてって言ったでしょみたいなあーさっせんっつってであの関係性もあるからさああ殺せんぐらいの <laughs> あの気をつけます。 つって。あの、そんな感じでやってたんだけど。で、も頼むよ、つって。まあ、その店長も、あの、仲いいからさ、あにニヤニヤしながら、そう言ってくれるんだけど、まあ、でも助かってるよ、本当に。つって、毎回かそ、ちゃんとケアはしてくれるんだけどね。うん、でも、本当助かってる。ありがとう、つって。うん、あの、次いつ出れる。あ、いつでもいいですよ。もう、あの、毎日でもいいっすよ。つって、ありがとう、助かる。<laughs> つって。<laughs> そうそう。ね、そう、そんな感じで、あのー、なんか、あのー、いい、いい店長だったんだけど。 Thank you.